夏の暑さを吹き飛ばすスリリングなアトラクションに楽しい。おそらく楽しいって言ってます。ワンちゃんと楽しめる乗り物も、愛犬と映え写真をパシャリ。家族や友人、カップルだけじゃなく愛犬とも楽しめる夏の那須ハイランドパークの楽しみ方をチェックします。やってきました、那須ハイランドパーク。このカチューシャをつけて皆さんにね、お伝えしていこうと思います。はい、似合ってますね。はい、こちらはウーピーということで、はい、アリスさんがナッピー。はい、このテーマパークスタイル、夢の国スタイルでね、今日はお届けしていこうと思います。はい、那須ハイランドパークは北関東最大級を誇る遊園地。大自然に囲まれた園内ではおよそ40種類のアトラクションを楽しむことができるんです。ということで、まずはこちらのアトラクションへ。こちらのアトラクションは夏に大人気のものとなっています。夏に大人気とは、この音を、ね、聞いていただけたら分かるかもしれませんね。そうですよね、はい、きっとこの先はそう、川だ。この量の、ね、水、激流ですね。激流です。こちらは3歳から楽しめるリバーアドベンチャー。アリスちゃん、溝江アナ、いざ冒険へ出発。水しぶきを上げながら激流を下っていきます。流れがリアルで、まるでラフティングのよう。バシャーンと水しぶきが上がったり風が吹いたりと、全く予想ができません。まだ最小限の怪我で、ポイントって書いてある。暑い夏にぴったりですが、着替えやタオルのご用意を。濡れたくない人にはカッパを販売中です。続いて向かったのは、レールがねじれてますけど。夏の暑さを吹き飛ばすアトラクション、チューブラリンの状態でグネグネのレールを爆走する絶叫マシン F2。 行ってきます。行ってきます。わー、角度えぐいよ。高っ。待って、もうまだ半分なのに高い。余裕がある人は左側を見ると那須高原の絶景を楽しめますよ。そろそろかな、そろそろかな。あ、やばい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 、大丈夫か。F2 の名前の由来は、恐怖、フライトと飛行、フライト。まさに暑さを忘れる絶叫マシンです。いや、声も出したし、張っちゃきましたね。お腹がそろそろ減ってきました。お腹減りました。はい。そんな時はね、たくさん食べて、次の遊びに備えましょう。はい、ということで、2人が向かったのは、園内にあるこちらのレストラン。あー、すごい、すごい、アメリカンダイナーだ。かわいい。1950年代のアメリカにタイムスリップしたかのようなロックンロールダイナー。
もちろん写真映えも抜群で、休憩がてら思い出を残せるフォトスポットです。さて、こちらで楽しめるグルメというのが来ました、ボーリー結構でかいですよね。すごい、だって見えます？私の手のひらより大きいですよ、はい、すごい。で、僕がホットドッグなんですが、こちらもすごい、ソーセージ大きいですよね。大きいですね。もちろん料理もアメリカンサイズ。総重量 270g のロックンロールバーガーにジャンボソーセージが挟まったホットドッグ。豪快にいきますね。肉汁すごい、幸せパリっていう音、チーズソースの、ね、濃厚さもまたたまりません。ボリューム満点ランチに大満足の2人、続いては。突然ですけれども、アリスさんはペットと一緒に遊園地来たことありますか？ないです。ない。実はですね、こちらの那須ハイランドパークでは、はいはい、ペットと一緒に楽しめるアトラクションがあるんです。ペットと一緒にですか？なんと園内には愛犬を連れて遊べるアトラクションも。さらにドッグランやワンちゃん専用レストランなど、一緒に楽しめるコーナーもたくさんあるんです。ということで、ワンちゃんと一緒に観覧車へ。どうですか、おすすめ景色？わー、景色綺麗だね。景色を見るワンちゃんもいいですね。かわいい。やっぱ普段こんな高いところ来ないですからね、ワンちゃんもね。ワンちゃんも大興奮。てっぺんにやってきたよ。いやでもこうやって友達とか家族とかペットと一緒に楽しめるなんて、この夏何度でも来たいですね。いや本当に、いろんな楽しみ方ができる北関東最大の遊園地、皆さんもぜひ那須ハイランドパークで最高の夏を楽しみましょう。